で今回はですね、イケエの皆さんお待たせしました新企画です。科学丸バツドッグの方をやっていきたいなというふうに思います。ここでね、もう満点が取れれば科学ね、センター9割はいけるでしょうという感じで自信持ってほしいなというふうに思います。幸せとは。はい、どうも皆さんこんにちは、パスタボータのお兄さんのアイダマンです。で今回はですね、イケエの皆さんお待たせしました新企画です。科学丸バツドッグの方をやっていきたいなというふうに思います。イエイ。はい、ということで結構ね、前から要望多かったんですよ、この科学をね、やってほしいっていうね、かなりありました。でセンターまでも皆さんがね、残り1ヶ月ぐらいを切ってるかなっていうふうに思うんですけれども、やっぱ科学の問題でね、多い形式センターで多いのは、よく正しくない方ですね、×間違ってるものを選べっていう問題が結構出てきますね。ということで今回はですね、全部で10問出すんですけれども、皆さんが科学のね、ちゃんと知識が自分の中に身についてるかどうかっていうのを丸×形式で、やっていきたいなっていうふうに思います。なので、科学をね、取ってる人、それから科学基礎のね、内容も少し入ってきますから、を取ってる人っていうのも挑戦できるようになってますので、ぜひね、頑張ってやってみてください。ここでね、もう満点が取れれば科学ね、センター9割はいけるでしょうという感じで自信持ってほしいなっていうふうに思いますので、ぜひね、チャレンジしてみてください。それでは行きましょう、レッツゴー。読み込み中です。はい、では今から科学ロックを始めていきたいと思います。今から科学に関する問題を丸バツ形式で全部で10問出します。1問あたりの制限時間は12秒です。解いた後すぐに解説します。でなので必ずね、自分の中でどこを間違えたのかっていうのをはっきりとね、させるようにしてください。またぜひ間違えた問題はですね、コメント欄でどこ間違えたとかっていう風に送ってください。それぞれですね、そういう風に送ってもらうことによ、どの問題が難しいかとかっていうのは分かるようになりますから、それでまた復習をしていきましょう。正解は×です。電子引力とは、中性の原子が1個の電子を取り入れて、1価の陰イオンになるときに放出されるエネルギーのことです。つまり、この値が大きいほど電子を取り込みやすく、陰イオンになりやすいという意味になります。よって電子引力が最小、最も陰イオンになりにくいというのはどういうものかというと、閉殻構造をとっている18族、貴ガスのことですね。であって、1族っていうのは同一周期でいうと、貴ガスの次、つまり2番目にこの値が小さいということになります。正解は丸です。フッ化水素は1分子中に H が1個、それからアンモニアは1分子中に非共有電子対が N のね、1個しかありませんから、いずれも1分子あたり最大で1箇所しか水素結合をね、作ることができません。一方で水っていうのは H、 それから非共有電子対も1分子中に2個ずつありますから、水素結合も最大で2箇所で働くことができます。ということは、より強い結合ができるということですね。ということで、より結合が切れにくいわけですから、沸点も高いということになります。正解は丸です。3つの水素とそれから1つの窒素から2つのアンモニアができますけれども、相対的にそうすると O2 の割合が増えたから分圧が上がったというふうに、考えてしまった人がいるかもしれません。しかしそれは違います。分圧というものはどういうものかっていうと、その相対的なものではないということですね。要するにその気体の圧力が結局いくつなのというのが分圧のことです。今 O2 の圧力っていうのは、 O2 自身は分子量は変わ物質量は変わってありません。物質量が変わってなくて、体積それから温度も一定の条件下ですから変化してない。つまり分圧は一定ということになります。アンモニアが、ね、できたことによって全体の圧力は減少しています。正解は×です。分子が混み合うと分子間力が強くなります。これは正しいです。で、各分子は気体中央に寄せられるということは、自由に動きにくい状態になるということですね。つまり圧力は低下し、つまり圧力っていうのは P 小なり NRT 分の体積 V というふうになります。これをイコールにするためにはどうすればいいかっていうと、補正項を入れなきゃいけないんですけれども、その状態方程式がありますね。それをファンデルバールスの状態方程式というふうに言います。科学をね、取ってる皆さんっていうのは結構これは受験で品質のテーマですから、必ずね、押さえておくようにしましょう。
正解は×です。反応熱は最初と最後の状態によって決まるものであって反応経路には依存しません。これをヘスの法則というふうに言います。触媒はより活性化エネルギーの低い反応経路を作ってくれるために反応速度自身は高くなるんですが、反応の最初の状態、それが最後の状態は別に変化しませんから反応熱に影響を及ぼすことはありません。これはよく触媒で間違いやすい問題ですので気をつけてください。正解は丸です。 CO2 の固体であるドライアイス、これは消化して、直接ね気体になるというふうに皆さん習うと思いますが、それは蒸圧、つまり私たちが普通に生活をしている、1気圧付近くらいの話ですね。でもっと圧力が高い、気圧がだいたい 5.1 気圧ぐらいですね。 5.1 気圧以上の大きな圧力をかけると液体にもなります。ということで一度ね二酸化炭素の状態図を調べてみてください。正解はバスです。ビシャトリエの原理、より体積が半分になって圧力が高まると、その変化を打ち消す方向、つまり今回で言うと圧力を減少させる方向に平行が動きます。今、2個の NO2 と1個の NCO4 であれば、1個の NCO4 にした方が全体の気体のね、分子数が減って圧力が下がりますから、NCO4 の方の分子数が増える方向、つまり右側ですね、右側に反応が進むという風になります。正解は×です。温度によって水のイオン積 KW が変化するので、それに伴って H+、水素イオンも温度によって変化するというところまでは正しいんですが、中性の定義は、水素イオンと水酸化物イオンがイコール、その濃度がイコールですね。その濃度がイコールになる時であるため、純水であれば温度によらず H+ の濃度と OH- の濃度は、必ず等価、等しいものになりますから、それが成り立って中性です。よく中性は pH イコール7のことだと思っている人がいるのですが、それは25度の時の話だけなので気をつけましょう。正解は×です。CU、銅とか、それから AG、銀が硝酸や硫酸と反応するのは、それらが強い酸化剤で電子を奪う力があるから。だって、強い酸だからではありません。強酸と強い酸化剤っていうのは全く異なる概念なので、しっかり特別するようにしてください。なお、銅や銀は H2 よりもイオン化傾向が小さいので、反応しても水素イオンが電子を受け取って水素になることはありません。NO、希少酸の場合は NO が出てきたりとか、濃硝酸の場合は NO2、それから濃硫酸の場合は SO2 っていうのが代わりに出てきます。正解は丸です。粗銅中には、銅よりもイオン化傾向の小さい銀とか金、それから銅よりもイオン化傾向の大きい亜鉛とかニッケルとか鉄というのが含まれます。銀や金はイオン化せずに単体のまま、極板から剥がれて陽極の下に沈殿します。で、これがいわゆる陽極泥というふうに呼ばれるものです。一方で亜鉛やニッケルといったものは陽イオンにはなって溶けますが、銅よりもイオン化傾向が大きいために銅より先に単体に戻ることはありません。これによってね、 99.99% ぐらいの銅が完成する、純銅ができると。はい、お疲れ様でした。皆さんが何問解けたのか、またどこの問題を間違えてしまったのかというのを、ぜひですねコメント欄に送ってください。さらに、今回ですね理論科学を扱ったのですが、もし高評価が多ければ無機化学だったりとか、それから有機化学の内容もやりたいなというふうに思いますから、ぜひグッドボタンをお願いします。大学院ギリギリ発生後なったのか、あれって今までやってきた対応の中で僕的には一番多いと思ってるんよ。今回の動画ではですね、必ずこの最後に聞くとこれ二度とね迷わなくなる。